セント・ヴィンセント占領は、アメリカ独立戦争中盤の1779年6月16日から6月18日に、フランスがイギリス領西インド諸島のセント・ヴィンセント島を捕獲したものである。フランス軍はトロング・デュルマン君舎区シャルル・マリーが率いて上陸し、島のイギリス軍が支配していた地域の大半をすぐに制圧した。 この時、島の北部を支配していた地元ブラックカリブ族がフランス軍を支援した。イギリスの総督バレンタイン・モリスと軍隊指揮官ジョージ・イーサリントン中佐は侵略への対応の仕方で意見が合わず、大した抵抗もできずに降伏して終わった。二人とも後に本国からこの降伏について尋問された。この占領で、 フランスによる島の統治が始まり、ブラックカリブ族による北部の支配も強化された。この地域は1795年の第二次カリブ戦争までブラックカリブ族に統治されていた。1778年初期に結ばれたフツマイ同盟によってフランスはアメリカ独立戦争に参戦した。フランス海軍帝督のデスタン白爵は12巻の 戦列艦と多くの小型艦艇からなる艦隊を率いて1778年12月に西インド諸島に到着した。これと同じ頃、イギリス海軍の提督、ウィリアム・ホサムが率いた艦隊も西インド諸島に到着し、サミュエル・バーリントン提督の艦隊を補強した。イギリス軍は続いてフランスが保持していたセントルシア島を占領した。この時、 フランス海軍のデスタン艦隊がセントルシアの救援に向かったがイギリス艦隊を破れなかった。イギリスはデスタンが作戦本部に使っているフランス軍の主要基地マルティニーク島を監視するためにセントルシア島を使った。1779年1月、ジョン・バイロン提督が率いてきた重艦の戦列艦が到着し、イギリス艦隊はさらに強化された。バイロンはイギリス領、 リーワード諸島の指揮を引き継いだ。1779年の前半を通じて、両国の艦隊はさらに補強を受け、フランス艦隊の方がやや勢力に勝ることになった。これに加えて、セントキッズ島に集結していたイギリス商船の船団をヨーロッパまで護送するために、バイロンが6月6日にセントルシアを離れたので、デスタンは自由に行動できるようになった。 デスタント総督のドブイレ公爵はこのチャンスを捉えて近くにあるイギリス領の島々への一連の作戦を開始した。その最初の標的がセントルシア島のすぐ南にあるセントビンセント島だった。イギリスとブラックカリ部族の間の条約交渉の様子、1773年セントビンセント島の政治情勢はいくらか緊張していた。島は 白人農園主が支配する地域と、地元ブラックカリブ族が支配する地域とで、ほぼ二分されていた。この二つを分ける、境界線は、島の北西から南西に引かれ、第一次カリブ戦争の後の1773年に、調印された条約で領土に関する合意が、形成されていた。双方ともこの妥協の産物に満足してはおらず、 条約の条件が摩擦の種になり続けていた。イギリスはカリブ海の領土の中で農園主たちを守るために一連の基地を設立しなければならないという他ではないような特殊事情があった。セントビンセント島の植民地政府と守備隊の間にもいくらかの乱れがあった。バレンタイン・モリス総督はこの島が新たな政府として認められた1776年にその任についており、 当時、島は事実上防御ができていないと報告していた。カリブ族との関係の難しさに加えて、イギリス人は植民地の独立を求める側に同調的でもあった。1778年にフランス軍がドミニカを占領したことで、戒厳令を敷くことに構造上の問題が生じ、その結果植民地議会は島の防御を固めるための資金配分を拒否した。 モリス総督は防御改良のために資材を投じることになり、後に財政上の困窮に陥ることになった。この島に駐屯するイギリス軍は、ジョージ・イーサリントン中佐の指揮するロイヤル・アメリカン連隊の約450名に過ぎず、その大半は訓練の足りない新兵であり、また、約半数は実戦には不敵だった。イーサリントンはその兵士を訓練したり、 島の前進基地に配置したりするよりも、島の北西側にある土地を切り開くために、かなりの数の兵士を使っていた。イーサリントンの土地は、カリブ族が支配する側にあり、その認可土地は、カリブ族にとって大きな悩みの種だった。イーサリントンは七年戦争の従軍に対して、その土地を得ていたが、カリブ族はそれを違法だと見ていた。フランスのドブイエ総督は、 カリブ族との接触を保ち、彼らに武器を供与していた。1778年8月下旬、フランス当局がカリブ族指導者ジョーゼフ・シャトイエと会見し、9月初旬にはカリブ族がフランスの新しいマスケット銃を持って領地を巡回しているのをモリス総督が目にした。1776年の地図、イギリスとブラックカリブ族が支配している地域を 表している、デスタンは300内し500名の部隊を編成し、これには、シャンペーン、ビーノイ、マルティニークの連隊から、フランス正規兵と、マルティニークの志願民兵、約200名を含めた。侵略隊は、1779年3月に、イギリスの支配していたサンマルタンダッシュで当格を、表したばかりのシャルルマリードとトロンデュルマン隊の指揮下に置かれた。この部隊は、 フリゲート艦ライブリー、コルベット・カンディス、同・バレアスター及び2隻の死略船で構成される艦隊に乗船した。デュルマンは6月9日にマルティニークを出版し、16日にセント・ビンセント島海域に到着した。死略船の1隻が島の風上川で岸に乗り上げ、82名が失われた。艦船の2隻はカリアか近くのヤングスワンに停泊し、三隻目は キングスタウン沖に停泊した。これら艦船は国旗を挙げておらず、その意図について、土地のものの推測に任せることになった。それが砂糖を積みに来た商船であると考えた土地の農園主たちは、島の海岸にある鳥の一つで昌兵が合図の大砲を放つのを止めさせ、艦船の一隻に派遣された、ある男は捕虜に取られた。フランスが部隊を上陸させ始めた時に、 パーシントラ6大佐の小さな中隊が東岸に上陸し、カリブ族の動員に向かった。これら非正規兵の部隊は、総勢が約800名に増え、イギリス領とカリブ族領の境界近くにあったイギリス人開拓地を素早く占領し、その間に、デュルマンはその主力部隊を率いて、キングスタウンに向かった。結局警報が伝えられ、モリス総督は、キングスタウンの丘であれば、 フランス軍に対して抵抗できる可能性があると考え、またイギリス海軍の救援も期待していた。しかし、イーサリントン中佐はそれに反対し、特に接近してくるカリブ族の勢力が分かってきた時に、急戦の旗がフランス軍に向けて振られた。デュルマンは無条件降伏を要求し、モリスは拒絶した。この交渉の間に、 イギリスの国旗を挙げている3隻の船が認められた。デュールマンは自分の艦船に戻り、すぐにその見知らぬ船が補給船だと判断した。デュールマンは2隻を捕獲したが、3隻目には逃げられた。さらに交渉が続けられた後で、1778年にドブイエがドミニカを占領した時と同様な条件で降伏が合意された。デュールマンが セントビンセント島占領に成功した後、デスタンは、その全艦隊を引き連れて6月末にバルバドスに向かったが、風向きが悪くて、はかばかしく進めなかった。デスタンはその作戦を諦め、その代わりに、グレナダに向かい、7月5日に、そこを占領した。バイロン帝徳は7月1日に、セントビンセント島が占領されたことを知らされ、グレナダが攻撃されたことを知ると、 グレナダ島奪還のための部隊の準備をした。バイロンは即座にグレナダに向かい、7月6日朝に到着した。その艦隊はグレナダ沖でフランス艦隊と交戦したが、デスタン艦隊がバイロン艦隊の統率されていない攻撃をしのいだ。グレナダ島とセント・ビンセント島は終戦までフランス支配に置かれ、1783年のパリ条約の条件によってイギリスに戻された。 イギリス海軍のジョージ・ブリッジ・スロドニー・提督は1780年にセント・ビンセント島を取り戻そうとした。記録破りの最悪のハリケーンシーズンとなった後でカリブ海に到着し、西インド諸島中に大災害を引き起こした10月のハリケーンでセント・ビンセント島の守備隊が壊滅的な被害を受けたという噂を耳にして行動を起こし、 中艦の戦列艦とジョン・ボーン将軍の指揮する250名の兵士を乗せてセント・ヴィンセント島に向かった。セント・ヴィンセント島は大きな被害をこむっていたが、キングストンの守備隊は良い状態にあり、1000名のフランス兵とカリブ族兵士が守っていた。ボーンの部隊が上陸したがその状態では進むのが難しいとわかり、わずか1日後には船に戻った。 イーサリントン中佐は1781年にセントルシアでこの侵略を受けた時の行動について審問を受け容疑を晴らした。この島に長く住んでいたモリス総督はその行動について審問を要求し、新聞など出版物で誤解されて伝えられていると主張し、やはり無罪となった。 モリスは二度と島に帰れず、セントヴィンセント島の防御に金を消費したことなどから、追った夫妻のために、イングランドのキングスベンチ刑務所で7年間を過ごした1789年に、死んだ。ブラックカリブ族は、セントヴィンセント島をフランスが占領している間に、イギリス人開拓者に、積極的な嫌がらせを続けた。時には、流血沙汰を減らすために、 フランス軍が干渉する必要があった。この島がイギリス支配に戻った後、1790年代までイギリスとカリブ族の間には不安定な平和が続き、ついにカリブ族が第二次カリブ戦争に立ち上がった。これはフランス革命戦争の海外波及の一部となった。その後カリブ族はイギリスによって現在のホンジュラス海岸沖にある ロアタン島に移住させられた。現在その子孫はガリフナ族と呼ばれている。セント・ヴィンセント島は1979年にセント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島としてイギリスからの独立を果たした。ありがとうございます。